父と母、主人の大滝文五郎はまず平次を自分の部屋に生じ入れました豪勢な八丈でちょうどの物々しさも古代名の下屋敷ほどのものはありますとんだことでしたね旦那いやもう散々の目にあったよ物入りはともかくおひでがかわいそうでな昨夜ちょっとお通夜に行ってきたが。 四十五六のたくましい体顔の道具の大きいいかにも精力的な感じのする男前です押しとるで家内は行かなかったよお今が怖いと言ってな娘を殺されてのぼせているから無理もないけれどおひでさんは実は私の娘だということは誰でも知っている母親のお今に育てさせたが 連れ子を承知で吉野家伝兵衛が女房にもらいその代わり私が元手を下ろしてあの糸屋の店をやらせていたのだよ伝兵衛は亡くなったがお今にとっては娘のお日では杖柱のようなものだ大滝文五郎はこんなことを抜け抜けと言うのですどんな不始末も金で尻を拭えばすべて正常になると言った。 金持ちらしいご都合哲学を信じきっているのでしょう。よくわかりましたところであの浪人が暴れ込んで旦那が金を撒いた時まで姿を見せなかったのは誰と誰でしょううちの者はまさかまいた金を拾うわけにもいかないから仙もお染もお美和もお若も銀之助も慶三郎も最初から姿を見せなかったり。 補判を巻くと慌ててもっとも番頭の中吉は私に手伝っていたし家内のお妻は私のそばを離れなかったように思うがするとお秀を殺したのはうちの者ということになるですがいやまいた金を這い回って拾うのがはしたないと思った様子で藤前町の佐渡屋のおさよさんなども済まして拾おうともしなかったが。 まもなく姿を隠したようだ太鼓持の木八もその時だけ見えなかったようだがすると若え娘たちのうちでもおみわとおさやとお墓だけはちょっとだけでも顔を見せていたというのは嘘じゃありませんねまあそんなことになるだろう一番先にお秀の死んでいるのを見つけたのは誰です太鼓持の木八だったよ 踊りの仲間を連れて繰り込んできたが、浪人が二人暴れ込んだので、慌てて物陰に隠れ、小判をまくのも知らずにいたが、静かになったのでふと楽屋を覗くと、押出が殺されていたということだ。ありがとうございました。今のところじゃ下手人の見当もつきませんが、もう少し調べさせていただきます。平は丁寧に挨拶して部屋を出ると、 と鉢合わせするように四十前後の女と向かい合いました大滝文五郎の連れ合いお妻ですきりりとした小柄でまだ美しさが十分に残っており希少者らしいところがまた一つの魅力ですとんだお手数で丁寧に挨拶して主人の部屋に入っていくのを見送りながらしっかり者らしいな 思い詰めると人ぐらいは殺しかねねえないやあの女将は人なんか殺す柄じゃない人間が賢すぎる虎松と平次はそんなことをささやき合っておりましたこれから若い女3人に会ってみよう悩ませるぞ虎松は中年の男のくせに面白そうに肩をすくませたりするのです「悩ましき娘」 おおかみのれそめはゅうくのへやにちいさくなっておりましたみなりはむ人娘のうちでは一番よくこればかりお嬢さん扱いですがょうはいのおせんやかかりうどのおみわとは比べものにならず殺されたおひでとは格段の違いがあります。いいらっしゃま ポーズは生めきますが顔の道具は硬い方娘らしい魅力に欠けてこれでは銀之助が興味を持たないのも無理のないことでしたお嬢さんは昨日あの騒ぎの時姿を見せなかったそうだがどこにいなすと？平次は単刀直入に問いかけますこの私の部屋におりました小判なんか巻くのを物欲しそうに見ては悪いからと 母さんがそっと教えてくれましたなるほどこの娘はそれほど幼かったのですいやわざとそう無邪気に言ってのけたのかもしれません殺されたおしでと一番仲の良かったのは誰だいおせんさんでしたどっちも踊りがうまいからお嬢さんは銀之助をどう思いますさあお染はポッと赤くなってたもとの先をいじっております それから先は何を言っても赤ばかしからず、平時もあきらめて怪我をしためいのおせの部屋を見舞うほかはなかったのです。それは広い家の裏側の四畳半で、花の先に踊り屋台が立っており、おせの部屋の外にははしごがあって二階へ通じております。窓の外には一村の間だけが日陰を作っておりますが、 薄暗くはあるにしてもなかなか整った。娘らしい。綺麗な部屋です。おせんさん、銭形の親分だよ。駒込の虎松がそっと揺り起こすと。あ私、どうしましょう。ついうとうとしておりました。まだ昼前だというのに呼んで寝付けなかったので疲れたんですね。赤い布団の裏をはねのけて、床の上へ起き上がるとごめんください。 こんな風をして、本当に消えも入りたい風情で挨拶するのです。三人娘のうちでは一番の年上、観難のうちに育って二十二と聞きましたが、年よりはぐっと若く、ひどい怪我をしているというのに、さして化粧も崩さず、色白の面長で、いかにも抜群の愛嬌です。災難だったね。どこをやられたんだここ 切られましたもう少し外れると命がなかったと外科の正在さんがおっしゃいました「あれ見てもいいのか?」どうぞ。そう言いながらおせんは平治の前へ大骨折りで肌を抜いてみせました左の肩先す寸ばかり切ったが幸い傷が浅くひっかきほどだったそうで包薬を貼って念入りに包帯を巻いております。この通りですが ちょうどそこへやってきた下女のお若に手伝わせて長い長い包帯を解くと下から現れたのは若い油の美しくのった紅色真珠のような肌傷は肩口を前から引っかいたようにお秀のと違ってやや曲がっております四部のことを詳しく話してくれ申しましょうそれより先に私は脅かされていたんです お線は肌を入れながら、思いもよらぬことを話すのです。おみわのしごき申し上げましょう、少しも隠さずに、でもこれでは聞き手が多すぎて、おせは切り出しかねた様子です。主人大滝文五郎の命で、苦労をして育った娘だけに、折りかにも眼竹があり、言葉の端々にも、 何やら深い意味を匂わせる術を知っておりますそれじゃあ人払いも大げさだがみんなしばらく遠慮してくれ平次は部屋にいる人数を顎で数えると駒込の虎松は面白くない様子でぷいと立ちここまでついてきた案内の番頭中吉を誘って外に出ました部屋の入り口にはもう一人お上のお妻が立っておりましたが 平治にこう言われると間が悪そうに中吉の後に従いますさあこれでよかろう銭形平治はお線の床の前に左片足を縦膝になりました窮屈な桃引きを履いて腰のじってはさすが抜きもしません半分床へ入ったお線はヤグの赤い裏を返して 上半身を枕に持たれるようにそれと相対しました怪我をしているのに化粧崩れもない非凡のいいたしみです少し狭い藤美体、色っぽい下袋で唇の両端がわずかに跳ね上がったカーブは八重場がちらりと見えてこれが何とも言えない愛嬌になるのでした勝手を申してすみません でもどんな人に聞かれるか私は怖かったんですものおせんはいくらか気が落ち着いたものかふくよかな自分の胸を押さえて決まり悪そうにこう言うのです何が怖かったんだ私は殺されるかもしれませんいえ現にゆうべ殺されかけたんですもの誰がそんなことをするんだおめえには見当ぐらいつくはずだいえ 少しも私にはは心当たりはありあません昨日に始まったことではなくこの間から変なことばかり例えばどんなことが平治はちょっと気清い込みます五六日前岩崎の末風呂へ入って家へ帰るところを後ろから首へしごきをかけられて引き倒されあやふく絞め殺されるところでした。 幸い物音を聞きつけてブ三郎さんが飛んできてくれたので助かりましたがおせんは脅かされた小娘のように後ろを見い見いこれだけのことを打ち明けるのでした誰かのいたずらじゃなかったのかでも私そんな立ちの悪いことをされる覚えはないんですものその時おめえの首を絞めたしごきは誰のものだったんだおせんは と返事に詰まった様子です「おめえの命を取ろうとしたしごきを忘れるはずはあるね」「忘れはしませんあんまり知りすぎて私は気味が悪かったんですみんな申しましょうその私の首に巻いたしごきというのはお美和さんが大事にしていたかの子絞りの」おせんはそう言いかけてまた廊下の辺りが気になるらしく乗り出して障子の影を見あるのです。 おめえはお宮に恨まれる覚えがあるのかい,いえ何にもないから不思議なんですそれにあの可愛らしいお宮さんが大それた考えを起こすはずもないし話はそれっきりかい,いえまだあります誰か聞いていないでしょうか親分おやぶ汚染はひどく用心深くなっております平次はそれには答えず立ち上がって 廊下と窓の外と隣室との境のからかみを開けて一通り調べましたが何にもなかったものか元の座に帰って「これでよかろう何があったというんだ?」平次は問い進みました「親分お耳を」こうか少し上半身を曲げた平次その耳たぶにほころびかけた花びらのような汚染の唇が触れてかぐわしい息が 平時の方を撫でるのです。